やっと4月16日になりましたね。はい、今日から大手を振っていきましょう。飯山明里候補衆院補選告示ということで、彼女を国会へ送り込むべき3つの理由と、それでね、私このままね、全く行ったことないんですけども、共有拡散、これからね28日まではぜひお願いいたしたいと思います。さあ、3つね、理由が明快にあるんですけどもね、これまとめていきましょう。さあ、これね、今日の、スタート時のこれ、動画のキャプチャーなんですけども、富岡八幡宮からね、こういう形で4人が乗ってスタートしました。さあ、まず第1点目、これね、小池都知事への信任危険があるんです。つまり飯山さんが当選しないと小池都知事が、ね、信任される危険があるんですよ。ただ条件がありまして、これは乙武さんが当選した場合です。この可能性はね、現状でほぼないと思われますけども、万が一ですよ、乙武さんが当選してしまうと、乙武さん自体が信任されたということになります。で、それと同時に、この左の緑の方がですね、信任されたと、だって半分ぐらいそういうことになっちゃうでしょ。で、となるとね、自民党がね、またね、宗派を送りますよ、小池さんこっちおいでーと、あんた人気あんじゃんって、こういうことになっちゃいます。で、もしね、こういう形で入って自民党がね、この人を顔にして選挙を戦って、で、また勝ってしまうなんてバカなことが起こってしまうと、この人にも総裁の目が残るんですよ。で、総裁になると何が危険かと、はい、これも皆さん、これも大丈夫ですよね。あ、まずこれ見てみましょう。これね、ネットで探すと簡単にあるんですけども、はい、偽造証明書ですよ、卒業証明書ね、これはね、ベンハっていうんですか、ベンハユニバーシティと、6423円でこれ作ってあげるよというね、こういうものがね、もう出回ってます。で、東京大学とか、例えばロンドン大学でこんなことは起こり得ないんですけども、中東、そして中国の大学というのは、もうこれは簡単に出せるってことは誰もが知ってる内容じゃないですか。でしょ、こんな恐ろしいことがあるんですよ。ということで、今回のこの小池さんも大問題になってるんですが、で、ここまで話しますとね、ごくたまにね、もうピントがずれたコメントが私についちゃうんですが、こういう内容、東京都政を行うのにアラビア語が話せるのかどうかなんて全然関係ないと、言って、あなたは何をね、トンチンカンなこと言ってんだとね、そんな大昔の話を引きずり出してって言うんですが、全然分かってませんよね。これね、恐ろしいことなんですよ。これ2つ理由がありまして、1つというのは、これは選挙の時にカイロ大学首席卒業としてね、パンと歌ってるんです。となると、それをもとに投票した人が当然いるわけでしょ。どうですか、もうこれ一つだけ見ても、いかにこの学歴詐称というのが大きな問題かってことが分かるわけじゃないですか。だからね、アラビア語が話せるどうこうは関係ないんです。嘘をついて、要は票を稼いだ可能性があるというのが、これが極めて危険だということを言ってるんです。で、もう一つなんですけども、今回の学歴詐称でね、大問題になっているのが、これはね、週刊誌でガンガン書かれていますが、もしですよ、さっきの学歴詐称が事実だったとしますと、エジプト大使館にお願いをして、あのように手を回してもらってたと言われていますね。これ仮説ですからね、仮説ですよ。週刊誌はこう言ってるという伝聞なんですけども、そういうことがこれ当然想定されると。で、そうなった場合、これは小池さんとしては、エジプトという国全体に対して借りができちゃったわけですよね。それはそうですよ。今こうしてね、新大統領と会ってますけども、小池さんねと、何年か前なんだけども、随分便宜図ったじゃないか。ところでね、ちょっとね、困ったことがあるんだけどさ、って日本として協力してくれないかいって言われたらどうでしょうか。私が小池さんの立場でだったらね、分かりましたと。だってそう言わざるを得ないでしょ。だって自分のね、これ悪事が全部バレちゃうんですもんね。もちろん家庭の話です。でもそういうことになりますでしょ。となると、東京都知事じゃなくて、もし総理大臣になってしまったら、とんでもないね、まずいことが起こるんですよ。だからこれ絶対あっちゃダメということ、これが第二の理由になります。どうですか、この1番と2番の理由で、学歴詐称というのが選挙においていかに問題か、だから公職選挙法違反になるんですよ。もう常識中の常識だと思ってくださいね。じゃあね、都知事だったらこれ国政に影響ないんじゃないかっていう人がいますが、これもそんなことはありません。これは小池さんのパイプで、これ中央の政府ね、これ知事じゃなくて国会ですよ。例えば二階さん仲いいわけでしょ。そういう有力者に話を持っていけば、国が動く可能性が十分あるんです。はい、この理由になります。絶対やっちゃダメということね。だからこれがね、この今回の選挙において、もし
乙武さんが当選してしまうと、この小池さんがね、この信任される危険があると。非常に危険、わかります。これが危ないんです。となるとやっぱりね、乙武さんに投票するというんだけは、これは避けた方が、これは日本のためになるんじゃないかと、こういうことはもう結論として導き出されるんですけども、それでもね、乙武さんに入れちゃう人がいるんですよね。あ、知ってる、あの人、わー、体不自由なんだけど頑張ってるね、こういう次元の人、まあ一定数いるのはしょうがないんですけども、いい加減にしてくれと言いたいです。さあ、お次はね、ググッとこういう目でね、こう見られてしまうと石になってしまいそうなんですが、2番目の理由がこちらになります。中東を熟知するね、議員がいないんですよ。これおっかないことでしょ。例えばね、フィジー諸島について詳しい議員がいない、これは問題発生しないでしょう。あのフィジーの皆さんには大変失礼なんですけども、現実問題としてこれ問題発生しません。ところがアメリカ、ヨーロッパはどうですか。ここにはね、詳しい人間がいないとまずい。そして中国もそうですよ。詳しい議員がいなかったらまずいですよ。ところがこれと並んで同じぐらい重要な中東に関してね、熟知する議員いますか。いないわけでしょ。あんな重要なポジションを占めてます。特にエネルギーに関しては日本はね、もう依存してるわけじゃないですか。中東のこのガソリンね、このね、あの燃料に対してね。それなのに熟知する議員がいないと。だからこれ、飯山さんがいつも主張していますけども、外務省の人間というのは自分のポスト拡大のためにアンルアとかそういうところにバーンとお金を払ってね、よし、うちのポストを増やしてくれと、そんなくだらないことをやってんだと。で、御用学者と呼ばれる人を呼んで、その理論を補強させると。これが今の日本のシステムなんだということを飯山さんは言ってます。だからね、そういうことを言ってくれる飯山さんが国会で主張をして、でどっちが正しいかやればいいわけでしょ。そのためにはね、まず議員になってもらうと全然違うわけなんですよ。でね、中東を熟知するには、はい、やっぱりあのね、川口の問題をこれ避けて通るわけにはいけないんですけども、やっぱり大事なんです。はい、こちら石井さんのこれポストなんですが、これ昨日ね、15日なんですけども、川口市内でこんな事故があったと。で、運転手というのは、これ中東の外国人というのはこの確定してるわけなんですよ。ですから、おそらくクルドカーってことが予想されます。でね、問題はこれ保険入ってんの？大丈夫？で、今回人は跳ねられていませんけども、人が跳ねられたらどうなるの？日本人跳ねられたらどうなるの？と、こういう問題がいっぱいあるんです。でね、いろんな国の人たちがやっぱり来ていて、日本で問題を起こす。そして、もちろんね、不法もいれば合法もいっぱいいますよ。で、ただね、これがね、同じアジアの国々で、まあ、仏教系の人であれば、ある程度価値観もね、一緒の部分もありますよね。だってそうでしょ、お地蔵さんとか、まあ、あの、また、なんでしょう、多神といいますかね、八百万の神になりますので、その辺とは、まあ、みんな寛容なわけじゃないですか。ところが、中東の人たち、イスラムの人たちというのは、これは夜行って、お地蔵さんとかそういうのをね、ぶち壊して、なんだこれは、偶像崇拝は許せないとかってやる人たちなんですよ。で、彼らはね、ある意味、悪気を持ってないわけでしょ。こんなものは許せないっていうね、彼らなりの正義感で来るんです。で、こういう人たちに対応するためには、中東とかイスラムのことがよく分かってなかったら対応できるわけないでしょと。だから同じ難民という括りでやっちゃうんですよね。で、和田さんとかね、人たちの主張を聞いていても、ここ分けないんですよ。不法難民対策をやんなくちゃいけないと。で、不法難民はね、ベトナムだっていっぱいいるんだと。ベトナムの人もね、犯罪いっぱい犯してるぞと。だからなんでクルドを分けるんだみたいな、そういう妙な論調をするんですけども、ダメですよ。これ分けなくちゃダメですね。はい、こういう問題が発生してますから、これを見ても飯山さんが当選しないとまずいという理由、これがね、大きな理由になってくるんです。そしてね、こういうふざけた状況ありますよ。これね、奥の川口のね、奥の木市長なんですけども、はい、見てください。市が行っている人道的な支援について、国、助けてちょうだいって言ってるんですが、まあ、どの口が言うかっていう、もう情けないというか、腹立たしいというかね、もうムカムカすると言いますかね。この人ね、両手を挙げて、外国人さんいらっしゃいってやってた人ですよ。そうでしょ。この川口市をそういうモデルにしようなんて喜んでね、最先端を走って、先頭を走ってた人なんですよ。ところが、実際にこうやって困ってくると、うわー大変だーって、国になんとか助けてくれよって言ってるんです。どうですかね。でね、なんでそんなね、先のことがわからない人はこのトップやってるんだかって言いたいでしょ。だって皆さん当たり前です、私も当然なんですけども、こんなね、外国人をこんな風に入れたらこうなることは分かりきっていたわけなんです。で、しかもクルドの事情ってことを考えればわかるでしょ。ところがね、川口市のトップをやってるな人間がそんなことすら予測できないんです。理解できないんですよ。でしょ、恐ろしいことでしょ。ところがこの人がね、ある程度中東のことを分かってる、
もしくは国会議員に飯山さんがいれば、ちょっとね、奥野木さんと私の話を聞いてくださいと、こういう問題が発生する可能性がありますよ、イスラムの方々の場合はね、という形で助言できるじゃないですか。だからこれを見ても飯山さんの存在がいかに重要かっていうことになってくるわけなんです。あ、これね、また今日私他の動画であげたいんですけども、これ新藤さんが川口にね、これつい最近入ったんですよ。で、後ろにトイレがあるでしょ。なんだと思います？あのトイレが破壊されて修理費に30万円かかってるんです。はい、この話題はね、また別の動画であげますけども、こういうところも問題になってくるわけなんです。さあ、最後なんですけども、やっぱりね、これが大きいでしょうね。はい、日本左傾化阻止をするのは日本保守党だってことになります。いや、私はね、保守陣営は全体的に応援しています。だから多少政党にね、ちょっと左がかった色があったとしても、個人として本当にこの人は保守だと思ったら、私はね、応援したいんですよ。だからね、今回絶対いけないのは立憲民主の人になってもらう。それは困りますね。その人になってもらっちゃいますと、これ大きな問題にやっぱり起こすことになりますので、絶対そっちはダメなんですよ。でもね、その中でも今回はさっき言ってるような理由でね、中東に詳しいというね、こういうね、アドバンテージ、まあこういうポイントですよ。こういう大きなポイントね、こういう、ね、着眼点をね、こう抱えている候補というのは、これも飯山さんしかいないもんですから、今回に限って本当に飯山さんなんです。保守全体を応援したんですけども、今回は飯山さんになってもらわないと困るんですよ。で、左傾化ということなんですけども、はい、これは岸田内閣のね、というこのひな壇の写真なんですが、いますよね。河野さんが右下にいますけども、河野さん、いやー、最近のね、あの例のロゴ問題がありますが、どうですか、大手マスコミ、基本的にはちょろっとアリバイ程度に取り上げましたけども、その後全く追及がないでしょ。これ、恐ろしいことやってるわけですよ。で、何が恐ろしいかというと、こういうね、国の中枢を担うこの内閣の中に主要ポジションで入っちゃってるんですよ、こういう人が。こんな恐ろしいことありますか。だからね、睨みを利かすためにも、日本保守党の議員が1人でも2人でも増えることが必要です。で、鈴木大臣もね、財務大臣もいますけども、はい、家業ですよね。そして真ん中あたりに女性のね、国会議員がね、3人いますけども、やっぱりね、後ろのお二人というのは、これは、自見さんと加藤さんですよね。はい、お父さんはやっぱり国会議員と、そういうことになってきますよ。で、こういう人たちがね、いるわけなんです。恐ろしいことでしょ。だから、これはずっと日本保守党言ってますけども、左傾化を防ぐために、まずね、こういうね、お抱え政党といいますか、まあ、家業とする人を排除しようと。そして、おかしな大臣、おかしな議員がいますよね。左傾化して喜んでるような大臣がいます。どっかに取り込まれてるような大臣もいますと。そういう人間をね、こうなくすためには日本保守党にはならないと困るんです。稲田さんもね、安倍さんが存命の時はね、右っぽいこと言ってましたけども、はい、結論としてはもう全然もうね、でたらめだったっていうことが、これ、暴露されちゃいました。そして林さんもね、なぜか年間ね、1年間の間に中国に7回も行くと、なんで中国に7回も行く必要があるのかなと思っちゃいますけども、まあ、こういう人もいますよ。あの安倍さんの国葬の時にね、台湾の副総統がお見えになりました。その時に、その人をないがしろにするような発言もしてるでしょ。あれも普通考えたら絶対許されないことなんですけども、やっぱり主要ポストにいるんですよ。現在、とんでもない主要ポジションにいるわけでしょ。だから、こういう人たちをこう、ね、駆逐するためにも、やっぱり日本保守党が躍進してもらわないと困るということになります。さらには地方にこういう人もいます。まあ、いましたということにしときましょうか。でもね、この人間がとんでもなく日本に大ダメージを負わせたわけでしょ。内心喜んでるでしょうね。これね、日本のリニアが遅れたということで。で、この人はね、そのソーラーパネルも大好きなわけなんですけども、はい、これも昨日ありました。これね、仙台の青葉区なんですけども、メガソーラーの、ね、施設が火災を起こしたんですよ。でも水かけるわけにいかませんから、見てるしかありません。はい、こんな状態になってるんです。いかがですか？これを見ても、今までね、太陽光パネルを推進した議員、国会議員の中で、こういう問題に言及する人、誰もいないんですよ。そこが汚いと言いますか、ずるいと言いますかね。これには言及せずに逃げていってしまうんですよね。これに真正面から切り込むのも、これは日本保守党しかないと思います。ということで、今回3点挙げましたけども、ぜひとも今回の選挙というのは、これは飯山あかり候補に、これはね、投票してください。で、皆さんね、冒頭にも言いましたけど、普段私全く言いませんけどね、今回に限りましては、拡散とかね、共有をぜひお願いいたします。ぜひともこの候補に投票していただくようお願いしたいと。で、保守の皆さんね、保守系の皆さんもね、まあ、他にも保守系っぽい人いますよ。でもね、今回は飯山さんにね、ぜひ投票をお願いしたいと思います。はい、今回の動画がいいと思った方、いいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。